ザスパ草津群馬は7日、DF は阿部拓海、26、FW 岡田翔平、28と2018シーズンの契約を更新したことを発表した。阿部は FC 東京の下部組織で育ち、2010年にトップチームに昇格。期限付き移籍で横浜 FC でプレーすると、2013年に松本山宮 BFC 完全移籍。2014年に福岡へと移籍した後、群馬には昨シーズンから加入し、明治安田生命 J2 リーグ35試合に出場していた。岡田は FC 東京の下部組織出身で、鹿屋体育大学から2012年に鳥栖へ入団した。2014年からは湘南ベルマーレに期限付き移籍すると、2015年8月に鳥栖に復帰。群馬には昨シーズンから加入しており、J2 リーグ31試合4ゴールを記録していた。